初代ハリントン伯爵、ウィリアム・スタンホープは、グレート・ブリテン王国の政治家、外交官。ハリントン伯爵の紋章。エルバストンのジョン・スタンホープの息子で、ジョージ一世の時期に活躍した、政治家、チャールズ・スタンホープの弟である。先祖のサー・ジョン・スタンホープは、初代チェスター・フィールド伯爵、フィリップ・スタンホープの異母弟だった。イートン・カレッジで教育を受けた後、従軍して、 スペイン継承戦争に参戦、第2この F 表連隊の中尉大位、第3この F 表連隊の大位中佐、不表連隊の大佐として参戦した。終戦後も、竜気兵連隊の大佐、第13竜気兵連隊の大佐を務め、また1735年に少将に、1739年に中将に、1747年に大将にそれぞれ昇進した。その後は、 マドリードへの施設団に加わったり、イギリス代表としてトリノに出向したりして外交畑で活躍した。1720年のハーグ条約でイギリスとスペインが交話すると、スタンホープはイギリス中スペイン大使に任命され、英日関係が難しい状況にある時期によく務めた。1727年3月に中スペイン大使を退任した。その後、 1727年から1730年まで副区内長官を務め、1727年5月31日に数密顧問官に任命された。1729年、イギリス、フランス、スペイン間のセビリア条約の交渉に関与、その貢献により1730年1月にハリントン断赦に除された。同年、ウォルポール内閣で第二代、 タウンゼンド支社区の後任として、北部担当国務大臣に就任したが、平和志向のウォルポールと違い、そして、国王ジョージ2世と同じく、ポーランド継承戦争で新生ローマ皇帝カール6世に、味方して、退仏戦線しようとした。最終的には、ウォルポールの主張が通ったが、ハリントンは1742年に、ウォルポールが失脚するまで、北部担当国務大臣に止まった。 その後は、スミツ委員議長に任命され、ハリントンのハリントン伯爵とサリーのピーター・シャム・子爵に除された。ハリントン伯爵の肖像が、ジェームズ・ウォーズデール作。1744年、政治上の名優であるヘンリー・ペラムと、初代入閣する公爵により、北部担当国務大臣に戻されたが、国王の長愛を失って1746年10月に退任した。 その後、1747年から1751年までアイルランド総督を務め、1756年12月8日にロンドンで死去した。1741年、王立協会フェローに選出された、エドワード・グリフィス大佐の娘で相続人であるアングリフィスと結婚、双子の子供を設けた。ありがとうございます。